お世話になってます。岩波人の尾藤です。今日はライティング講座、持ってるものでどこまでできるかやってみようみたいな感じです。ソラリスさんとリンダさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。説明します。ソラリスさんとリンダさんがこういうライティングやってみたいみたいなやつをイメージを渡してくれて、それをなんとなくお二人が持ってる機材でやってみようみたいな感じです。で、できなかったら金の匂いをブンブン振り回しながらプロフォトとかいろんな機材投入してきますんで、よろしくお願いします。お願いします。はい、イメージ写真これです。とりあえずこれを目指します。じゃあやりましょう。この写真で言うと多分、はい、こっちから光来てるじゃないですか、はいはい、こっち影になってるじゃないですか、うん、こっち多分ライト打たなくてもいいレベルなんですよね。一応打ってるっぽいけど、だから一旦ちょっとそのこっちって、だからその部屋に回って帰ってきた光の明るさ次第だから、一旦こっちからの光だけ打ってみて、それに合わせてここ暗くなりすぎるようだったら、あのもう一頭転板するとか、そういう感じでやってみましょう。で、後ろはこれちょっとボケてるし、あと光もここの光そこまで行ってないじゃないですか、は距離離してますね多分。こう撮っちゃうとここに当たってる光ってここにも当たるじゃないですか、うん、だけど離すとここに当たってる光とあっちの光別にできるからってやってると思います、はいはい、後ろの明るさをなんか上げたり下げたりしたかったら、もう一度足したりとかして足せばいいんですけど、まあでも距離でもできますよね、はとか、なんかこれでもできそうだし、だからやってみましょう。で、明るさちょっと分かんないんで一回テストで、はい、1、2、3、おお。で、今こうなってる後ろにまず光漏れてるのと、うん、はい、顔がクソほど怖いですね。だから光がほとんど返ってきてないと思うんですよ。でもこの調子だと思うんですよね、うん、このやってきながら、あー、なるほど、調整していく感じです。そうそう、もう一回僕顔をこっち向きでやってみていいですか。はい、何のポーズですか。1、2、3、一回このメインの光はこのままにして、うん、こっち回しましょうか。はい、これ天板。そうですね。で、結局バウンスって何してるかっていうと、はい、なんか大きいライト作ってるだけなんですよ、で、だから転板するじゃないですか、はい、転板するってことは上から、はい、あの広いライトを打ってるってことになるんですよね、はい、で、人の顔ってあんま上からの光別に綺麗にならないから、うん、まあ、ちょっと斜め上とかに打った方がいいと思います。はとか壁と か、はい、でも壁だと横だから、はい、だからまあ大体僕なんかあの辺の斜め上とかに打ちますね。斜め上からこう跳ね返させる。あ、そうそうそう、そう、跳ね返すっていうよりも本当あそこをライトにするみたいな感じ。はい、撮れまーす。おお。あ、でもマシになってきましたね。おお。おじさんっていう問題を除けば、まあ近いじゃないですか。で、これで次何が問題になってるかっていうと、多分光量足りないですよね。そうですね、はい。じゃあどうするか。こっちを上げるか、あっちを下げるか。うん、で、まあそれはあの環境と相談なんですけど、これ2分の1までいけそうだから、うん、1段上げてみましょう。はい。で、リンダさんもうちょっと前へ来てもらって、はい、あの寄った方が後ろこけるんで、なるほど、はい、撮れます。おお、ああ、でも悪くないんじゃないですか。でもこれ、なるほど、別にそんな遠くはない気がする。なるほど。で、もっとやるんだったら、はい、まあ、ちょっとここから僕の偏見ですけど、今多分顔の同じ高さぐらいからライト横に行ってるんですけど、うん、はい、これメインっぽいライトってなんかちょっと上から行った方が気分いいから、うん、なんでちょっと下げて、ちょ、上げる。なるほど。はい。はい、撮ります。実に悪くないんですけど。今気になるのが、うん、はい、でも別に悪くないですね。うん、女の人で撮ってみます。いきまーす。撮ります。ああ、悪くないですね。ああ。あとはもう本当、なんていうんですか。あ、でもまあ、もうちょっと前の方がいいのか。だから細かい立ち位置です。こっちを1段下げました。はい。え、今いくつなんですか。今これ8分の1にします。8分の1、はい。これで今、ISO 200-56で撮ってるから、1段開けます。はい、撮れます。お、お上品です、ね。ああ。なるほど。もうこの光量とのバランスですよね。ライト自体は多分同じ状況になってる気がする。こっちまた1段落としました。はい。はい、はい、行きます。すごい、でもすごい妥当ですよね、うん、1個目終わりです。なるほど。ライティング一応見せます。見せますっていうか、まあ、でも別に何もしてないですね、はい、この天板1個と、まあ、ボックスで逆光打ってます、うん。